とワープ。はい。セーブ。セーブして。休憩はしません。八王子さんいた。八王子さんに蜂を渡していくらだっけな。50ルピーか。でとりあえずここら辺から探索して行こうかな。これね、爆弾を使えばいいのか。爆弾セット、爆弾じゃなかった、ハンマーの方。しかもこれ、あれ、これはあれか、なんか持ち上げないといけないんだ。まだ持ち上げられない。ということはあの岩は壊せない。グローブだろ、こいつ。なんてことは、グローブだった。岩といえば爆弾で壊すっていうイメージだったけど、なんかあったっけな。ここはこれなんだ、これ壊せんの。爆弾で壊せるのはひび割れた床や壁。ああ、なるほど。ここなんもなかった。折れそうな心、折れそうな心。これは、じゃあこれまだ取れないな。下はなんかあったっけ。なんもない。これ壊せんのかな、壊せないのか、これ。あ、これはここ副ショ、あ、副ショットなのこれ。あ、移動できない系、上にしか上がれないんだこれ。なるほど。フックショットは向こうから帰ってくんだこれ。フックショット使うとこもいろいろあった気がする。試しもしないで、わらわら。試し、いや、まあね。とりあえず出よう。あとはこれ壊したい。壊せないのかな。あ、壊せる。ハンマーだろ。壊せた。こっち取れんのかな。イエー、ハンマー。しかし帰れなかったからこっちから帰ろう。行った。
くれハート。おりゃ、とりあえず石を壊して。いちいち助言しないで好きなようにやらせとけよ。よし、全回復した。なんだこの匿名、しょぼーん。とりあえず違うとこ行こう。多分この下らへん、下らへん。ここは関係ない、関係ないけど、なんかできんのかな。できないか。もうギリギリ。あ、できる。ゲーム開始から30秒以内は、なんとこのエリアでルピー取り放題。30秒過ぎたら全部没収だから。あ、そういうことか。30秒数えるの。1回50ルピー。じゃあ50以上回収したら戻ろう。とりあえず30秒って。30秒以内に私に話しかけないと全額没収。どこにあるの？あー、こうやって出てくんの。あー、いろいろ周りにもあるよみたいな。よし、なんか数えてなかったけど、まあいいや。ルピー没収って。あー、びっくりした。自分の手持ちのルピーは残るんだ。そういうことか。5秒ぐらいオーバーしていた。いや、でも今のなんか、あの50ルピー払う割にそんなに回収できないから、またなんか走れるようになったらやろう。下行こうぜ、下。こうなんか敵が多いな、ここ。違う違う。脱出。なんかここら辺もなんかあった気がするよ。ビビリする。ここはなんだっけ。妖精の泉。ここはね、フックショットがあるだけかな。ここなんかあった気がすんな。ハートのかけら。これ壊せる？壊せない。ブーメラン、ブーメランってどこで使うんだろう。ブーメラン、ブーメラン、ブーメラン。爆弾置いてみよう。爆弾2個も置いちゃった。ブーメラン、ブーメラン。お、壊れそうな壁発見。よーし、何があるかな。
お、妖精の泉か。これ捕まえられないんだっけ。おりゃ、全然当たってない。あ、よし、瓶に入れとく。これで死んでも大丈夫。で、ここは壁画になって、なんか全然横から見るとこれなんかすごい斜めってない？あれ、こういうもの？まあいいか。これ飛び越えられんのかな。いや、飛び越えられたら楽だよね、きっとね。そんなわけはないよね。あとはこれなんだっけ。あ、これ取った。どっかにハートのかけらあったんだよね。わあ、びっくりした。あ、泳げるんじゃん。そういえば泳げるんだった。なんかある。当たんないのか。当てると、そういうこと。あいつあれだな、弓矢じゃないと倒せないか。どこ行った。当たってない。倒した。特になんもない、何もない感じ。とりあえず先に進もうかな。なんか何だ、取る。あ、瓶だ。中に手紙が入ってる。足をくじいて動けなくなってからどれだけの時間が経っただろう。やばい、なぜこんな奥地まで来てしまったのか。ヘラの塔でやめていればもう私はダメかもしれない。最後に一口だけミルクバーのプレミアムミルクを飲みたかったな。あー、ミルク持ってった方がいいんだろうけど、後にしよう。ここなんだっけ。あ、これは、アイスロット、イエーイ。お、いや、でもなんか今来てもなんか意味がなさそうだな。なんかこれ多分道具をパワーアップしてくれるとか。隣に宝箱あるけどね。おりゃおりゃ、なんかこれ壊れんのかな。ハンマー、まあ、爆弾、おりゃ、違う。うん、あん
ま意味なさそうだ。よし、なんだ早くに来ても意味ないじゃないか。だいたいあれどこだっけな。ワープするか。自分の家、とりあえず自分の家行こう。セーブ、はーい。で、こっちからだっけ。こっちから行けるのか。ここか。ここは来た来た、ここだ。セーブ、はーい。